FM 横浜 EK Radio 火曜日の神秘ナイト FM 横浜 EK Radio 火曜日の神秘ナイト、こんにちは、シンモノです。 EK Radio 火曜日は韓国の最新情報や音楽、カルチャーを紹介するエンターテインメントプログラムです。僕は月曜担当のリンタロくんの質問に答えます。質問はシンくん、韓国でイルミネーションが綺麗なところはどこですかっていう質問をお先に受けて、ちょっと検索してみたんですけど、イルミネーションが韓国で、特にソウルで綺麗なところはミョンドンっていうところの新世界デパートがすごい綺麗らしいです。そしてロッテワールドっていう遊園地があるんですけど、そこもすごいイルミネーションが綺麗みたいなので、クリスマス中に、韓国に来る方はぜひ行ってみてください。僕シンにメッセージください。メールアドレスはshin@fmyokohama.jp shin@fmyokohama.jp。 運転中の方はメールを送るときは安全な場所に車を止めてから携帯を操作してください。この番組のブログもあるので FM 横浜のホームページからアクセスしてぜひチェックしてください。はい、今週はクリスマス雰囲気の曲で全部集めたので、ぜひ楽しみに聴いてください。韓国でクリスマスって言えばこの曲だっていう曲を揃ってきました。聴いてください。パクチヨン、カンミンギョン、ヘッピートゥゲダー。お送りしたのはパクチヨン、カンミンギョン、ヘッピートゥゲダーでした。
新野野がお送りしている FM 横浜 EK Radio 火曜日の神秘ナイト、ここで皆さんにいただいたメールを読みます。ラジオネームまみさん、新くんこんばんは。こんばんは。特典会の詳細が出て12月25日クリスマスに新くんに会いに行きます。クリスマスに新くんに会えるのとっても楽しみです。早く新くんに会いたいです。新くん大好き。大好きです。そうですよ、実は今週に僕の特典会があるので、ファンの皆さんに久しぶりに直接会うチャンスができました。僕も、本当に皆さんに会えるのが楽しみにしています。はい、25日会いましょう。次、ラジオネームしーちゃん、しんくんあんにょん。あんにょん。しんくんがメールをたくさん送ってくださいと言ったので、また送ってみます。神秘ナイトになってから大人っぽくなったなぁと感じる一つが、今までしんくんと言っていたのをくんと言わなくなったからだと思います。しんくんは前から自分のことをしんくんということを照れていましたよね。いい感じです。またこの前しんくんがお好み焼きと言っていましたが、しんくんの口から初めて聞いた言葉だと思います。その発音がすごく綺麗に聞こえて驚きました。韓国の方にとってお好み焼きっていうのは発音が難しくないですか？特にしんくんが話す家業が好きです。ありがとうございます。まずしんくんからの、くんを言わなくなったですよね。そうです。あんまりこうラジオを再スタートする上で、自分のことをなんて言えばいいかなっていうことをすごい悩みましたが、しーちゃんが言った通りに、ちょっとしんくんって言ったのを照れちゃうところもあったし、いろいろあったので自分のことをしんって呼ぼうっていうことになりました。そしてお好み焼きの発音がいいって言われたの人生初めてなんですけど、そうですか。家業が大好きってすごいですね。はい、ありがとうございます。これからも家業をいっぱい書きかけこう言うようにします。しーちゃんメッセージありがとうございます。またたくさん送ってね。たくさん送ってくださいって言ったのを守ってください。ありがとうございます。次、ラジオネームテオラブさん、新野野くんのラジオを初めて聞きます。私は青い海の伝説の、テオくんを見てから可愛くてかっこよくて日本語も上手で、新くんが大好きです。ストーリーズで見て今日のラジオを知りました。新くんは、今は日本に住んでいるのですか？っていうことなんですけど、ありがとうございます。僕のこうインスタグラムを見てこうラジオやってるのを知った方もいるっていうことですよね。本当にありがとうございます。たまにこうやっぱり告知しないとね、こうどんどんやっぱ聞く方が増えていくって感じなので、僕これからもインスタグラムにもちょっといっぱい載せようかなと思いました。今は日本には住んでないんですけど、こうラジオやるためにこう横浜によく来ているんですよ。なので韓国に住んでいます今は。はい、韓国で一人暮らししていて、1年の3分の1は、日本にいるって感じですかね。っていうことで、僕のことを知っていくのはどうですか、これから。はい、そして新野野くんって送ってくださったんですけど、僕のファンの方はみんな新くんって呼んでくれるので、新くんって呼んでくれてもいいし、新野野くんでもいいですよ。はい、これからもテオラブさん、新くんのことを応援よろしくお願いします。僕新にメッセージまだまだください。shin@fmyokohama.jp、 shin@fmyokohama.jp。 ここでお知らせです。今週ね、シンノのコンプリットボックス BZZA の特典会がいよいよありますよね。はい。わー！やっと皆さんに本当に会えます。ということで、まだまだ完全に、日常が戻っているわけではないので、皆さん全員が参加できるわけではないと思うんですが、最善を尽くした特典会にできたらいいなと思います。僕といっぱい話したりしましょう。そしてですね、1月28日の土曜日、僕のファンミーティングを読売大手町ホールで開催します。14時と18時全部で2公演あります。現在プレイガイド選考受付中です。
詳細は僕の公式ツイッターでチェックしてみてください。今回のファンミーティングでは歌も歌います。皆さんとゲームもします。お話もします。スペシャルなイベントもします。あと僕グッズの制作にも参加しました。コーヒーが大好きなので僕が描いたイラストが、パッケージになっているドリップコーヒーを作りました。韓国で作って今日本に輸出中です。きっと気に入ってくれると思うので楽しみにしてください。はい、そのパッケージは本当に皆さんがインスタグラムで、見てない未公開映画入っています。はい、ぜひぜひチェックしてください。次の曲、皆さんと今回久しぶりに会うので、そしてクリスマスっていうのことなので、僕からこれを聞いてる今この今週の皆さんに、プロポーズしたいと思います。聞いてください。シンノのセレナで。생각이꼬여꼬여꼬이는나어떻게다가갈까고민이쌓여쌓여할말있어몰래누가안볼때시간좀어때놀라지는마지금부터선택기회를줄게お送りしたのはシンノのセレナデでした。シンノ韓国語カルチャー주세요。ここでは僕が韓国語を教えます。今回は、メールで韓国語カルチャー주세요を進行してみたいと思います。はい、ラジオネーム、マイコさん、シンくん、アンニョン。韓国語で、ジョレジョレは、首を横に振ることと知ったのですが、首を縦に振る、うなずく仕草は何て言うのか教えてください。また、シンくんに韓国語を教えてもらえて嬉しいです。ハートってきましたけど、そうですよ。横にこう、首を振るときは、ジョレジョレ、ジョレジョレって言うんですよ。で、こう、首を縦に振るとき、うなずくときは、グッドグッドって言います。グッドグッド。ジョレジョレをわからなかった方も覚えてください。横に振るときは、ジョレジョレ。まねー。はい。そして、縦に振るときは、グッドグッド。グッドグッド。はい。皆さん、
覚えてくださいね。そして、舞子さん、韓国語教えちゃいました。はーい。次、ラジオネーム、さくらんぼうさん。しんくん、あんにょーん。韓国語勉強していますが、発音がわからない言葉があります。温かいって、韓国語でお願いします。できれば、さくらんぼうも、しんくんに韓国語で教えてほしいです。これからも、しんくんをずっと応援していきまーす。っていうことなんですけど、まず温かいはたつただたつただまねまね。はい。そしてさくらんぼはですね、ちょっと調べたんですけど、韓国語であるんですけど、あのぼっちって言うんですけど、全然こう実際みんなは使わない言葉で、多分韓国に来て実際さくらんぼを書いたいときは普通に英語でチェリーって言った方がもっとわかりやすいと思います。なのでさくらんぼはチェリーです。チェリー。そして温かいはタタタダタタタダっていうことで、さくらんぼさんの韓国語も教えちゃいました。皆さん温かい言ってみてください。タタタダマネ。はい、よくできました。今日の韓国語カルチャー受精も100点満点です。じゃあ次の曲いきたいと思います。パッキョシン、ハッピークリスマス。 So this is Christmas And what have you done Another year over A new one just begunSo this is Christmas I hope you have fun Near and the dear one The old and the young A very merry Christmas And a happyLet's hope it's a good one Without any fear So this is Christmas For we can fall strong Rich and the poor ones The world is so wrong
お送りしたのはパクヨシンハッピークリスマスでした。シンのパンチャクパンチャンニュース、ここで韓国の情報を伝えます。メールが来てます。ラジオネームマヤさん、シンくん、スタッフさん、こんばんは。先日銀座の歩行者天国で後ろを振り返る立ち姿の画像が相変わらずの八頭身以上で震えました。そういえば韓国にも歩行者天国ってありますか？あるとしたら何て言うのかを知りたいです。新先生にカルチャー주세요です。ここで新先生は新先生っていうことです。はい、そうですね。あ、僕がこう金沢のこう歩行者天国に行って写真撮ってアップロードしたんですけど、そうですよね。そういうでもこう歩行者天国っていう感じのところは僕が知る限りには韓国では多分ないと思うんですけど、韓国はこうサッカーの競技とか大きなこうイベント、そういうのとかたまにこうその地方でやるライブとかやるときにはこう車が通る道を止めてそこでライブをしたり、みんなでサッカーを見るようにテレビを設置して、みんなでサッカー競技を応援したりするんですけど、他のことでなんか土日に開けるとかはではないと思うんです。だから韓国では特別な日にはそういう歩行者天国っていうかイベント場を設置してみんなでそこを楽しむっていうことがいっぱいあると思います。はい、銀座の歩行者天国も僕もこう何回かいたんですけど、こう外国人の目線から見るとすごい不思議な感じだなぁと僕も思いました。これを聞いてる方でまだ行ってない方もたくさんいると思うんですけど、時間がある時に、銀座の歩行者天国を歩いてみてください。なんかすごい不思議な気分になる感じです。普段はこう車で通る道が、なんかみんなが歩いて座って休んでったり、する姿がすごい僕はいいなと思いました。まだ行ってない方も行ってみてくださいね。そして、そういう質問をしてくれたマヤさんもありがとうございます。次の曲はですね、今日の最後の曲なんですけど、このクリスマス、もうすぐ近づくクリスマスにぴったりな曲だと思います。聴いてください。EXO 첫눈。The c
Christmas. お送りしたのはエクソチャンヌンでした。 FM 横浜 EK Radio。 新野がお送りした FM 横浜 EK Radio 火曜日の神秘ナイト、いかがでしたか？僕シンにメッセージや何かやってもらいたいことがあったらメールで送ってください。shin@fmyokohama.jp shin@fmyokohama.jp。 運転中の方はメールを送るときは安全な場所に車を止めてから携帯を操作してください。さあ、ここで明日担当のハヤトくんに僕から質問します。ハヤトくん、クリスマスには何をする予定ですか？それでは最後はシンの今日の一言。みんなメリークリスマス。 FM 横浜 EK レディオ火曜日の神秘ナイト、シン・オノでした。メリークリスマス。